今回 G-SHOCK に加入させていただきました。今回撮影した映像は僕のその G-SHOCK のウェルカムパート、ウェルカムビデオみたいな感じの撮影は TJ ガースキルとアンソニア・コスターって人にしてもらって、UCLA に行って、有名な、トラッシュ缶飛ぶやつやって、で、堀米くんがスイッチフリップバックテールやったレッジで、まあ、フロント系のワインティアウトとかやって、その後に、レールオーバー、フリップやってたところに行って、なんか、アコースタが誰もやってないからいいんじゃないって紹介してくれて、あれは、なんか、最初オーリートライして、なんか、フリップいけそうだなと思って、何回ぐらいかかったかな ?10 回ぐらいトライして、乗れました。僕の G-SHOCK の好きなところは、やっぱり、壊れないところが、やっぱりスケボーとかだとぶつけたりして、なんか壊れるとかあるけど、G-SHOCK は絶対壊れないから、それが僕はいいなと思うし、普通にかっこいいので。